いや、めっちゃ早くさばけそうな気するんですよ。なぜなら、最近気まぐれクックを見ているから。ジャルジャルか気まぐれクックかっすからね。究極のうちのキッズもとは究極のうちのちょっとむずすぎて、あガチすぎる。あ気まぐれクックやって見てるんで、マジでめちゃめちゃ早くさばけるんですよ、絶対。クローズ見に行った後の喧嘩めっちゃ強くなった感じがするやつと同じね。社員さんが釣ってきたヒラマサをね、神経締めと、あと内臓を奪ってんですね。お、綺麗、めっちゃ綺麗。うん、ね。下処理済んでるやつを、エラも取っとるじゃん。すごい。そう、取ってもらっとる絵形が分かるようになってきたよね。はい。ヒラマサをさばいていく。それ気まぐれクック。気まぐれクック。気まぐれクック、ここで、エプロンこうやって、シャッ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 って、巻いてるやつを早送りして、シャッ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 ってこう、入れるやつ。はい、今日はね、っていう感じです。多分気温がね、10度以下ぐらいなんで、めっちゃくちゃ手が冷たいし、これ冷蔵庫入ってたんで、マジで寒いし、本当に冷たい。でも市場とかこんな感じの寒さでやってるんでしょ、多分。すごいっすよね、本当に。超寒い。あ、で、これ、デバ包丁、こちらもお客さんに研いでいただきました。ヒラマサです。あ、はい。ヒラマサですね。さばきますので。なんでヒラマサさばくことなんですか？お客さんが釣ってきてくれた。あ、そう。そうなんですよ。さばいてくれたんですね。え、さばきましたか？余裕で。あ、プロ。え、すごい。すごい。ただ頑張るだけなんで。プロなんで。あ、すごい。見られたくない。やだ、やだね。すごい見られたくない。恥ずかしい。え、すごい。何の病院？サブエンジン。あ、すごい。こんなもんでいいですかね。わからないです。僕なんですね。まず頭を落としたいと思います。はい。いきますよ。もう、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。プロが。プロ。どこ落としたらいいかって。僕を押すと、もう、見上げたい。やってもらいますやってもらえるんだろうね。やってもらっていいですか？お腹下ろして。地域密着型でやっております。すごい。フレンチのヒラマサとか使うんですか？いや、使わないです。大丈夫？大丈夫です。ちょっと今酔っ払い入ってるから、ね、まあ大丈夫かな。3枚におろしてデバで3枚におろします。大丈夫です。全然大丈夫。うわ、すごい。アングル変えよう。腹の方から開くんですね。そう、腹、せいせい腹。そうなんですか。腹、せいせい腹です。え、奥さんも料理、はい、やってました。あ、なるほど、料理人同士のあれで腹、せいせい腹ということで、なんかお腹切って、背中をやって、またお腹みたいな。そうそう、僕はこう尻尾からガッ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 、大量おろしてガッってやる感じの。お肉ついてもいいですよ。あ、そういうことか。なるほどね。初心者用っていうか、その雑な感じか。バサッチが切って、あの骨にお肉の魚残りますみたいな。はあ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 。それが、こっちから行く大名おろし。あ、で僕ら大名おろしというちょっと素人臭いのでやってたのかもしれないですね。うん、なるほど。寒いのに。こっちもおろしいいの？あ、もちろんお願いします。ありがとうございます。みんなでやってください。シーラもあるんですよ。シーラはどうやって食べます？やっぱ行きましょうか。いいんですか？広島では満作っていうんですよ。満作、うん、へえ。その方言のかもしれないですけど、刺身で食べたりするんですよ。でも味薄いですよ。なんかシーラって寄生虫が危険みたいなのはなんかさっき聞きましたけど、シーラって寄生虫、ハワイとかやったらマヒマヒ。あ、マヒマヒ。あ、はい、あれなんですね。そうです。うわ、できました。すげえ。ちょっと失敗したね。あ、ちょっと失敗だそうです。酔っ払ってるんで。そこはすごい。で、どうします？どういう感じにします？皮引いてもらって。皮引いてもらいます。うん、刺身にしますか？いいんですか？お言葉に甘えちゃいましょう。あ、もう靴に鱗。すみません。すみません。やっぱ腹骨は結構大胆にいくんですね。へえ。あんまりなんかもったいないかなと思って結構あれしちゃったんですけど、やっぱり。いや難しいかも。残した方が。へえ。結構がっつりいくんですね、プロは。ああ、なるほど。躊躇がないですもんね。そうそう、やっぱりプロは。すごい。これプロの。聞きましょう。すごい。左。あ、そう。ちょっと柵取り。これも煮てください。どこをどう使っていいか分かんないですよ。から食えそうな部分食うみたいな感じですもんね。
これ全部荒炊きにできますんで、はい、めっちゃ綺麗、ね、めっちゃ綺麗、皮引けないじゃん。レバーやってもついですか。いい、あ、切れ味の問題で手が滑るんだ、右の手が切れ味の問題、口から持ってきればすぐなんですけどあ、これが塩あげようか。塩、あの手に塩つけたら滑らないので、あのそれもプロの皮引くときに、トマトビシャワーダメでしょ。皮ゆとか何個か残す？どうします？半分残す。そうか。え、皮も煮たら。うん、取ってたから。これ。この穴は違う。すごい綺麗。手つきがね。ね。だからもうほんまにこのままカルパッチョになりそうですもんね。あ、なるほど。すごいこの、ね。この感じが。この感じ。なんか全部がすごいかな。口じゃよく説明できんけど、この、なんかニュルンっていう感じというかな。入ってました。あ、入ってました。あれ。しょうゆ欲しい。確かに。持ってるそれ出せるかな。あ、あるよ。うち持ち歩いてる。持ち歩いてる。お酢と醤油とお塩。ちょっと外食するとき。美味しくなさすぎて。怖いそんな。いやそんな。これこの手わかる？わかる。わかるこの。わかる。そんな。見たこと。そう。それが。あの動画で見るやつ、いい、そうそうそう、いや買いました。第2弾はいい包丁でやる、まあ、それがあの和食の料理じゃないっていうのは強調しておいてくださいフランス料理の人ですよっていう、はい、でも台湾ロブションにいました。ロブションって、はい、なんか聞いたことありますね。はい、ジュエルロブションで、まあ亡くなりましたけど、あ、ジュエルロブション、そう、はい、ジュエルロブションだ、はい、の弟子です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、じゃあ資料をさばきたいと思います。はい、めっちゃ良かったね。すごい、ほんまに10分ぐらいだったね。そうっすね。どうやってましたっけ、なんかシュッとなんか逆よね、多分こっちから尻尾からって意味じゃなくて切り身が、いやでもなんか違った気がします。え、だって切ってからだって左利きだもん、あの人。あ、そういうこと、うん、あ、そうなんだ。そう、あ、じゃあやりやすいわ。なんかやりにくいなと思った、うん、そういうことか。で、そう切って、うん、こうして、そうそうそう、あ、そうそう、あ、ぽいぽいぽい、あ、できてない全然できてないけど、こうして、あ、そうそうそう、こうだ、お、すごいすごい、切れたのそれ、下あ、言わんとしかったまあね、皮がついてるけどね、しょうがない。こうっすね。あ、もうプロの料理人になれるんちゃう。そう、指切らんかな。再生数欲しさに指切りましたみたいな、心配して欲しくてリスカするあれみたいな。うわ、なんかちげえわ、なんか。うわ、キマグリクックもなんだこの黄色いのって言ってたんですよ。これがもしかしたらその金なんかもしれないですけどね。いや違う違う、その最初黄色ないの、金色の魚ないの。あ、なるほどね。最初。で、落ちてってこので青くなるんよ。って聞いた。だけど釣った時はこいつは結構黄色いって。イカって釣った時透明じゃん。はい。いや正直シイラ見た目あんまり良くないっすね。あんまりそうだね。なんか、くれたお客さんも食ったことねえって思うね。シイラは基本逃がすんで、ね、もうプロとさばき方一緒やん。一緒でしょ。うん、変わんない。すげえ、うるせえめっちゃ響きました。え、でもどうやってやらないんだろう。腹から背骨に当たるまでやるんだろう、まずで、腹一回こうやってガイドラインを作るっていうのは気まぐれかかいつも言いますね。で、ここに当てるんかな。そうかな。あ、やばやばやば、何が何がちょっと何がちょっと見てこのやばくないこの残り具合。うん、やばいだけどそこはいかんのじゃない、そっちからは。とりあえずやりやすいことします。うん、あ、でも、あ、いいんじゃない、背をやっぱ切っとるけんさ。え、いいんじゃないこれ。え、はいはいじゃんとめちゃめちゃ残ってる。背やろうや、背をだけど結構下に当てていくんじゃないかな。骨に沿ってやるわけだ。はい、僕は全くやってないけん口だけは足したよ。はい、気まぐれくくでもこっからどん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 いきますからね。こう当ててこう当ててスースースーってやっていきますからね。あー、もっと見てくれよかった。でもこれでいいですかね、大名の方で。はい、できました。三枚おろしということで。薄っ。これはでもシイラ自体が身が本当にあれですよ。あー、でもこれは結構厚く引いた方がいいらしいですよ。これ気まぐれクックがガチって言ったんですよ。もう本当に、これ本当っすよ。下手とかじゃなくてガチで、いや違ったかな、この魚じゃないんかな。あ、シイラ確かに柔らかいですね。ほぐれていく。こんなもんでいいでしょう。シイラの皮はかなりしっかりしてる気がしますね。手激痛じゃない。はい、手はもう感覚ない。感覚あんまないですね。腰がきましたね、ちょっと。蹴ってあげようか。あ、まあちょっと気持ちいいかもしれない。もうちょい上。ちょっと待ってよ。
あ、そうそう。この辺？よいしょ、よいしょ、オッケー。頼まれたんで蹴りました。今証拠残ったんですね。じゃあ頼まれたけん、閉めて。はい。手が死んでます。1月5日、夜9時。あの、気まぐれクックさんおすすめの、あの、かっこいい包丁買ったんで、いつかそれが出てくると思います。山さん、前も食べたんですけど、ほんまにうまい。今日のヒラメさんはどうでしょうか。今日のヒラメさんはどうでしょうか。いただきます。本当にうまい。あの、いや、多分前食ったやつより油乗ってますよね。やっぱ時期がいいってことかな。多分、本当に素人なんで、合っとるか知らんけど、うん、多分油乗っとる。うん、やっぱ平間さん本当に旨味がすごい。ていうか、前食った時は分からんかったけど、やっぱ、やず食って平間さん食うと違いが分かる。本当にうまい、平間さんは。じゃあ、シーラ、いきたいと思います。はい。平間さん食った後のシーラはまずいんじゃないかな。順番間違えた。明けましておめでとうございます。明けおめことよろ、あたおか。味が薄い、シイラは。ああ、薄いって言ったね、うん。正直ね、醤油の味しかしないですね。黄色のやつとかいらんの？金色のやつとか。なんかないかな。青色のやつ。これ飲んでいいですか？はいよ。じゃあ、ジーマいただきたいと思います。ジーマって言うんかいって。ちょくしつけていい？うん。なんでタメ口。あ、美味しい。ジーマってうまいっすね。うん。やっぱこれっすよ。平間さんにはこれ青色のやつ。じゃあ次は炙りで、はい、炙りまーす。はい、皮が縮んでいく感じ。うわマジでうまそうよね、この瞬間ね。で、まあ長年の研究により炙りは割と炙った方がうまいっていうのがね。ね、このキューってなる感じで、そうそうそう、皮面だけ炙ったらなんか結構刺身と一緒じゃなくてもうローストビーフ状態にした方がいいですよね。そう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 、ひっくり返そう。はい、え、皮だけの方がいいんじゃないのって思う方もいるでしょう。いや、でも中は生じゃないとダメなんですよ、ね、そうなんよ、この絶妙な感じをね。そう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 、分かってほしい。人の魚を結構炙ってきてんだよ。はい、いただきます。醤油につけて、はい、はい、うまっ。炙るとね、なんて言うんでしょう、その、ね。うまく言えない。そう、いや、食ってみろ。食ってみろの暴論、やばいな。でもさ、この、スーパーでさ、切り身買ってもさ、皮付きのってなかなかないじゃん。うん、だけど、これほんと、市場とか行ってほしいよね。そうそう、いや、ほんまにありがたいです、こんなのをいただけるなんて。ね。うまい、ほんとにうまい。もういいか。うん。じゃんじゃん。